にちは、ココロンです。ご視聴いただきましてありがとうございます。今日の毛玉パーカー、はい、今日の動画はスイート5月号1280円、ミッキー&ミニーデザインポーチ3点セット、ミニ5月号950円、ムーミンジップバッグ3点セット、ヤングアンドオフセムクボン2739円、このような感じのスマホショルダーでございます。はい、以上本日は1、2、3冊開封していこうと思います。はい、本日3冊なのですが、ちょっと発売日のお知らせだけさせていただこうかなと思います。スイート5月号、ミニ5月号、こちらは4月12日発売となっております。関西なので1日早く店頭に並んでいたので購入してまいりました。でこれやねんけどね、これ発売日ちょっと前のやつなんですよ。1週間ちょっとぐらい前のやつ。ただ宝島社さんで売り切れてたんよ。だからもう取り上げられへんのかな、取り上げられなかった特集みたいなね、私ちょっとネタを探してて、あ、これもう売ってないんやと思っててんやんか。ほんなら近所のセブンで1箱4個入りみたいな感じで売られてんねんけどさ、普通に売れ残っておりましたなので宝島社さんのホームページでは売り切れなんやけど、セブンとかではうちが田舎やからかなんなのかわかんないけど、普通に売ってる分なのでちょっといい感じやなと思って購入してまいりました。ということで本日は3冊お届けしようかなと思います。はい、まずはこちら、はい、スイートさんでございますね。5月号、ポーチ3点セットということなんですけど、パカーン、お洋服が春ですな、春な感じ、いいな、かわいいな、ワンピース着たい。中身こんな感じでございますね。ブランドさんが CB クレストビレッジさんとミッキー&ミニーのコラボみたいな感じのポーチ3点セットでございます。ブランドがね2個乗っかっているので素材感いい感じなんちゃうかなってちょっと期待はしてるんですが、どのような感じかということで早速開けていこう。はい、よっこいしょ。はいはい、中身はこんな感じだ。ちょっと紙に包まれておりまして合皮製ですね。スイカちゃんよっこいしょ。いや、なんか上等やで。でもこれ3つセットでさ、6でついてくるんやったら割と商品感漂う感じではなかろうかと思う感じでございますね。丸がちょっとさ、カカカカカカってしちゃってるところはあんねんけど、いやでも十分上等ではなかろうか。ということで本体レビューいってみよう。はい、てくん、一番大きいやつが 50g で、真ん中のやつが 30g で、丸のやつがあれ意外と35g。 はい、このような感じの3つセットとなっております。一番大きいやつからご紹介いこうかなと思うんですが、素材アップいきますとですね、このような感じの、ちょっとライト光りすぎ、大丈夫そう、こういう感じの合皮となっておりますね。ちょっとナイロンっぽい感じの合皮ではあるんですけど、なんかテカテカしてる感じ少しね。でミッキーちゃんはこんな感じでルーンって歩いておりまして、ルーンってルンルーンって歩いておりまして、このデザイン感なんか前もあったよね。このチェックにミッキーっていうのがなかなか可愛らしい感じかなと思うんですが、大人の方が例えばこういうチェックのポーチ持つんやったら、まあ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 普通かなっていう感じやけど、ミッキーデザインが入ることでポップでもありシックでもありみたいな感じなので、とても可愛らしいんじゃないかなと思います。なんかね、今日たまたまね、なんかディズニーショップみたいなとこのなんかエミリンさんの動画を見ててんけど、ステッカー1個500円とかするやんか。まあ言うてさ、限定デザインやったりとかするんかもしれへんけど、やっぱりミッキーちゃん高かったりとかするからさ、なんかコラボが多いからお安いグッズとかももちろんあるんだけど、こういう感じの合皮ポーチでチェックの柄がちょっと大人っぽい変わった柄がいっていて、そこでミッキーちゃんっていうのはなかなか価値がある感じのデザインではなかろうかと私的には思う感じでございます。裏側は真っ黒黒なんですけど、ここにロゴがね、片押しで入っております。箱押しではないねんけどね、片押しで入っていて、しかもそのおすすめポイントがですね、チャックが可愛い、なんかなんていうの、ここに薄めったチャックついてたらうーんってちょっとテンションがデーンするやんか。やねんけど、ここにちゃんと分厚いね、こういう感じのチャックをつけてくれてるっていうのが可愛らしいポイントかなと思ったりとかします。このポーチ自体は待ちなしなんですが、合皮製でしっかりしているので、そして縫製自体も割ときっちり作ってくれてるんじゃないかなと思う感じなので、いや十分ありありのありではなかろうかと思うところでございます。中開けていきますと、パカーン、中はねすごくシンプル設計でございます。ちゃんとタイピング処理はね、もうデフォ中のデフォでございますけども、裏地はついてないんですが、で内ポケとかもついてないんだけども、いつものさ、でこういうポーチが出るとマスク入りますかって聞かれることがすごく多いので、一応ご用意しております。セブンイレブンの個包装の普通サイズのマスクです。これと比べるとですね、ちょっとギリギリかぴったりかぐらいかなって感じですね。ここの包装部分があったりとかするので、まあ、入らんことはないんかなって思うんですけど、ちょっと入れてみるね。なんかね、入れる時にちょっと斜め出せないといけないので、こういう感じガタガタってなるねんけど、入れてみたらまさかのぴったりサイズですね。まあそんなもう余裕ゼロですよ。もう1ミリも余裕ない感じではあるんですけど、一応ぴったりこんな感じで個包装のマスクも入る感じでございます。これはセ
分の箱マスクで比べてるから他のメーカーさんのやつが入るかどうかって分かんないんですけど、まあ目安にしていただけたらなと思います。そしてマカカポーチでございますね。私のやつはちょっとね形がだいぶ台形になっとるかなというところではあるんですが、まあまあいいでしょう。こんな感じのミニチュアがふーんってしてる感じのポーチとなっておりまして、素材感同じですね。同じ感じの合皮で裏側にまた片押しでブランドさんがね入っている感じになっております。こちらに関してはなんかね最初からねギュンってした跡とかなんかそういうのが割と多かったけど、それは多分3つ重ねてるからチャックの金具とかが押しちゃったんかなってちょっと思いますね。そういうところもあったりとかするんですけど、まあ私はそこまで気にしないのでまあええかという感じではあるんですが、でチャックは同じようにこんな感じのちょっと重めのね金具のチャックをつけてくれております。これついてるだけでだいぶ高級感が上がるって思うの私だけかな。パカンとパカン、中も同じような感じですね。これに関してはこう作っているのでここにパイピング処理はないんですけど、縁にパイピング処理がある感じでございますね。同じようにマチなしで、サイズ感的には、まあ、私がいつも使ってるファンデーションって形が丸っこかったりとかするので、そういう丸系ファンデーションだったりとかあとクッションファンデとかはぴったり入るかなぐらいのサイズ感でございます。あとハンカチティッシュとかね、そういうのがしっかり入ってくれる感じのサイズ感かなと思うよ。そして丸っこミッキー&ミニーちゃんでございます。まん丸なんですけど、この合皮に針があるもんで、まあ同じ合皮でございますね。この合皮なんですけど針があっちゃうからさ、どうしてもカッ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 カってこう八角形か何角形かみたいな感じにちょっとなってしまうんですけど、まあまあそこはいいでしょうというあたりでございます。同じようにこの分厚チャックがついていて、裏側は今度白で形ちょっとどうかなって感じではあんねんけど、まあまあいいでしょう。ここのロゴのとこがさ、これは黒のこう片押しみたいになってんねんよ。これがすごくかっこいいなーって思いました。形が若干ねここは綺麗けどここは角張っててみたいな、これ個体差すごくあると思うんですけど、そのあたり許容できる方はいいんじゃないかなっていうところですね。丸のねポーチを合皮で作るとどうしてもこうなんねんやんか。他のブランドさんでもね今までそんな感じだったので、でこのポーチに関してはちょっとマチがある感じになっております。1センチぐらいかな、うっすらマチがございます。ちょっとだからヨボヨボヨボした感じにはなるんですけど、これ合皮に針があればあるほどねこうなってしまうので、まあしっかりとした合皮を使ってくれてんねんけどっていうあたりではありますね。中開けていきますとですね、パカーン、同じような裏側は白のハフハフでございます。裏地はついてない感じなんですけど、パイピング処理はもうこれでもかっちゅうぐらいもう必死でやってくれてる感じにはなっております。どうしてもね円形のさものを内側にギュッてするからさ、クチュクチュクチュとはなってしまうんやんか。この辺ね設計上うまく作れたらもうちょっと綺麗にできるんかなとは思うんですけど、でも付録でついてくるんやったら十分やし、この丸ポーチ自体も割と使いやすいサイズ感かなと思います。ちっちゃすぎひんから、あれ入れてこれ入れてっていうのが、まあ目薬入れてあれ入れてこれ入れてっていうのが割と入るんじゃないかなと割的には思うところでございます。こんな感じのポーチ3点セットとなっております。カバンの中のポーチをこういう感じでねちょっと一貫性持たせるみたいな感じで持っても可愛らしいし、一つ一つ別で持っても可愛らしいし、ミッキーミニーちゃん好きなんやけどあんまりポップなグッズはちょっと可愛らしすぎるなっていう方はちょうどいい感じ、大人っぽい感じのポーチセットかなって思うので可愛らしいんじゃないかなと思うよ。さすがスイートさんですね。はい、どうでしょう。まあポーチに関してはねナイロン製とかだった方が形はビシッと逆にねこういう特に丸とかやったらしてくれるんじゃないかって思うところではあんねんけど、やっぱり合皮のポーチって良くないですか。なんか高級感があったりとか大人っぽかったりとかいろいろ使い勝手が良かったりとかへたることがないので長く使えたりとかするところだと思うので、今までねでも合皮ポーチいっぱいあったので私はもう一生のうち使い切れへんぐらいポーチを家にある感じではあるので、どうにかね綺麗にラッピングして皆さんの元にお届けできないかと思うところなんですけどもね、何かしら。でもなんかうちの住所から送るわけにはいかんからどうしたらええかなと思いながら、まあちょっと後々のね課題として考えております。でもポーチ3つ付きやったら割と使えていいんじゃないかなと思います。やっぱりお好きなブランドさんであったりとかなんかそういうのがあったりとかするから、形状がさなんか自分が思う形状じゃなかったとしてもこのブランドやから可愛い持ちたいっていう方もいらっしゃるだろうし、やっぱりこう形状が合皮でしっかりとしたポーチが欲しいっていう方はこういうのを選ばれる方もいらっしゃるだろうし、いやキャラグッズがちょっと苦手やねんっていう方もいらっしゃるやろうし、いろいろだと思うんですけど、大人の方でも持っていただきやすい感じのデザインにしてくれてるっていうのはいいところかなと思います。なんかチェックチェックで一つ赤なんかちょっと朱色みたいな感じだけど、それが一個入ってるところもなんかアクセントで可愛らしいし、その辺のデザイン感はまあさすがスイートさんという感じかなって思ったりとかします。まあ合皮のポーチはねウェルカムですよ。まあしっかりしてるもん長く使えるしね。ほんでは次、
はい、ミニさんでございます。ミニさん久々って感じやねんけど、1000円しないんですね。950円ではあるねんけど、中のさ、ムーミンちゃんのなんかケースみたいなのがついてるみたいなんですが、めっちゃ薄いやんか。こう雑誌も薄いけど付録も薄いやんか。どんな感じの付録なのかちょっとチェックしていこうかなと思います。裏側にね、ミニの裏表紙みたいな感じで書いてあんねんけど、あのペコちゃん柄のワンピースを着てんねん。これめっちゃ可愛くない？はぁ、うちの上の子がですね、部屋着がね、今あのドンキで買った上下ペコちゃん柄のね、モコモコを着てるんですけど、よくなんか可愛いよね、この水色とピンクな感じ。付録なんですか、なんか丸見えでございます。なんかスケスケな感じ。こんな感じやったっけ、ミニさん。まあ、ほんでは早速開けていこう。ちょっとよいしょもないのでね、これ普通に開けていきますけど、ミニ久々やんね。でもすごい斬新な入り方やなと思ったんですけど、なるほど、こんな感じのね、ペラペラのなんかジップロックのちょっと分厚い版みたいな感じの、あっちを逆さ向いてたやつが3つセットということでございます。まあでもデザイン感は可愛いよ。本体レビュー行ってみよう。ペイトグッドによっこいしょと、ちょっとエアーなんでね、3つ乗せますけども、3つセットで 30g ないね。20g ぐらい。25! でもさ、デザインはポップで可愛いんだよな。そのさっきのポーチと比べたらさ、ペラペラやし、ジップロックやしっていう感じではあるんですけど、まあでもデザインはとっても可愛らしい。もうニョロ好きにはたまらんやろ。もうニョロって感じの、なんかさ、ちゃんとこのニョロの形状をさ、デザインに収めているところがなかなか可愛らしい。そしてこの色合いが、なんちゅうの、ミントブルーちゅうか、なんちゅうか、そういう感じの色合いのところもとっても可愛らしいなと思うジップロックでございます。あのジップロックは多分商品名でしょうから、ジップロックではないねんけど、ジップロック的なものね。こういうのってさ、何に使う？なんかね、あの子供がさ、幼稚園の時とかはさ、これのちっちゃいバージョンみたいなやつで可愛らしいやつあるやんか。それに、あのこれごめん、この間あのいただいた写真台みたいな感じで近所の人に渡したりとかするのに割と重宝したりとか、そういうのがあったりとかすんねんけど、普段これは何に使うんだろうね。でもさ、カバンの中で例えばなんか付箋をさ割と貼りたい人とか、あと筆箱持っていくほどでもないねんけど、なんかちょっとペン使うから持っていこうとか、なんかそういう時にポポって入れる感じのものかなと思います。簡易パックみたいな感じですね。こういうパカパカっていうね、裏側は普通に透明になっていて、表側がこんな感じのニョロ柄となっておりますね。ムーミン、上側にムーミンって書いてますけど、まあ、でもデザイン的にはね、ムーミンさんはね、とりあえずすごく可愛いんだわ。なんか分かれへんけど、おセンスがいいよね。おセンスが。で、待って、ミーちゃん柄でございますね。これもポップでさ、めっちゃ可愛くない？デザインは何入れんの？でもなんかさ、この間ね、うちの上の子ちゃんが部活でさ、みんななんかおやつパーティーみたいになるんか知らんねんけど、友達からさ、ちょこっとだけおやつもらって帰ってきたりとかすんねんやんか。で、それをママがいただいたりとかすんねんけど、で、その中にさ、ティラミスチョコっていうのがあって、昔ながらのなんかスナックで出てきそうなおつまみみたいな感じの形状のものなんよ、見た目的にね。で、それなんか2個ぐらいさ、机の上にコロンってあって、で、ねんねんいらんって言うから、じゃあママもらうでって言ってパクって食べたらさ、超うまくってさ、なんかそういうのをさ、入れてあげるのにいいんじゃね、これ。でもさ、ティラミスチョコさ、アマゾンで買ったらさ、あの大袋、あのでっかい大袋で1980円もしまんねん。1回買ってん。でも高いけど、美味しすぎて1回買ってんやんか。ブルーのこうアメちゃんパッケージくるるんって開くやつなんやけど、ほんでめちゃくちゃ美味しくてさ、ボリ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 食べとってん。ほんで、で、中にアーモンドが入ってんねんけど、うちの子は中にアーモンドが入ってるチョコがあんまり好きではないので、うちの子は食べんかってんよ。やねんけど、この間知り合いの人にちょっとさ、なんかまあこういうんじゃないけど、なんか袋詰めしてちょっとあげてんやんか、これ食べてみてマジでうまいからって言って、ほんなら止まらん止まらんとか言ってめっちゃ食べとってうんまーみたいな。ティラミスチョコはうまいねんっていう話。なんかそういうのを入れてあげるのにはちょうどいいなって思った。これほら、もう一度顔になってるでしょ。これやねん、この見た目。これ絶対、あ、そんなに別に美味しくはないかなって思わん、これ見た目。これね、めっちゃうまいねん、これマジでうまい。ティラミスチョコの話はいいですか？めっちゃうまかってんけどな。で、まあまあこんな感じでございますね。もう一個カードケースになるんかな。この先っちょがね、ペロロンペロロンって感じやねんか。すんげえ柔らかい系。中にね、こういう紙が一応入っておりまして、こんな感じでカード入れてねみたいな感じのものだったりとかするんですけど、このスケルトン系、まあ可愛らしいですね。めちゃめちゃ柔らかい感じではあるので、ここに入れたからすごくしっかりするっていうものではないねんけど、まあでもデザインじゃね、これ。なんか可愛らしいやん、すごく。おセンスはね、ほんとすごくあるのよ。まあ、なんかあのプールバッグチックだビニールっていう感じではあるんですけど、こういうセットになりますね。ティラミスチョコ買ってさ、配るようにしたらちょっと贅沢すぎるね。でももったいないよね。でもなんかに使えると思う。なんかほら、タイのスポンジ入れとかさ、この間私あのお化粧直しの動画出しましたけど、コットン入れとかさ、なんか四角はでも何かしらに使いやすいんじゃないかなと思います。こっちはもうお菓子入れて渡すよとしか私は思いつかなかったんですけど、そしてカードケースみたいな感じの3点セットとなっております。
となっております。色がポップでね、ほんと可愛らしいかなって思うけど、まあ雑誌の値段があるのでねあれなんですけど、ほんと付録っていう感じかなとは思う。ただセンスはいい。なんかさ、あのムーミンのデザインしてる人ってマジでセンスいいよな。でもニョロをさ、こういう配置にしたりとかさ、この色合いであったりとか、ミーちゃんを描くねこういう色合いであったりとか、こっちはこっちでピンクで可愛らしいし、デザイン的にはすごく好きやなって思いました。まあでもさっきの付録と比べてもさ、同じ3点セットでも合皮製とビニール製がもうちょっとジップロックチックな感じで全然違ったりとかすんねんけど、お値段がいくら違うの？何本やったっけ？1280円、そして950円なんで約300円ぐらい違ってくるので、まあそのあたりかなと思ったりとかするんですけど、ポーチとして純粋に選ぶんやったらさっきのやっぱり合皮製のやつの方がもちろんしっかりしてるしっていうところではあると思うんですけど、このポップのデザインな可愛らしい付録としてね、まあ、ついてくるんやったらいいかなっていう、まあ雑誌メインで付録っていう感じではあるとは思うんですけど、でもとっても可愛らしくって使い勝手がある方はいいんじゃないかなと思います。ほんでは次だ。私何気にね、ヤング&オルセンさんね、今まで1回ぐらいしか取り上げたことないんじゃないかなと思うんですけど、なんやかんやムック出てるよね。なんかあの持ち手とここだけ合皮でナイロンのバッグとか今までねいろいろあったと思うんですけど、こちらはスマホショルダーとなっております。発売されたのは多分1週間以上前ぐらいではなるので、ちょっと情報が古くて申し訳ないんですが、私てっきりマジで売り切れてると思ってたら近所のセブンにあったのでね、そのあたりでちょっと購入してきた次第でございます。見た目的にはねすごく好み。まあまあまあ中身も見えてるんでね、ほんで早速開けていこう。先パカシュパーン。一応このようなサッシもついておりまして、おお、なるほど、あのカスタマイズできるよみたいな感じでは書いてある。チェーンストラップをつけたりさ、別の色のストラップをつけたりとかしてもいいよって書いてある。ただね、あのヤング&オルセンショルダーストラップっていうのがなんか可愛らしいね。赤ちゃんこれ見える？ほらこんな感じでさ、いろんなストラップあるよ、チェーンストラップもあるよって。この本体は今のムックなんですよ。やねんけど、こんな感じでヤング&オルセンさんの商品と組み合わせることもできんよみたいな感じで書いてあるねんけど、このストラップがなんと6600円するのだ。うん、高い。本体の値段超えとるやないかいっていう感じではあるんですけど、まあでもそんな感じで使えるよっていうものになっておりますね。ヤング&オルセンさんは普段のバッグがね、だいたいね、劣化バッグで27,000円、そして合皮なんか本革なんか分かれへんけどのバッグが39,000円、ほんで、まあ、37,000円、だいたい2万円台3万円台4万円弱みたいな感じの商品が多いブランドさんみたいです。そう考えると今回のスマホショルダーなかなか可愛らしいデザイン感だし、しっかりとした合皮でできているので、これなかなかお得じゃないかなと思います。スマホショルダーさ、前にやったやんか、あの推し活にいいよみたいな感じのバッグもいろんな色がね、3月末にあれはファミマ限定とかやったかな、まあ、宝島社さんのホームページとかでも購入できるんですけど、いっぱいね発売されて、あの推しの色もねゲットできるような状態にはなってるんですが、ただあの推し活バッグ、あのロペピクニックさんのやつ、あれなんかさ、柔らかすぎるのが中のアクキーやなんか写真とかね、なんかそういうのを保護する意味では逆にいいっていう方と、いやふにゃふにゃなんはちょっと嫌っていう方と、まあ二極化した感じなんですよ。でバッグ自体をその推し活とか関係なく持つのであれば、ちょっと私は柔らかすぎるかなっていうところだったんですね。今回のヤング&オルセンさんっていうのは別に台紙が入っているわけではないんですが、で多分中にねショルダーストラップが入ってる感じだとは思うねんけど、こんな感じね。ただこの合皮の質がいいのよ、なんか柔らかいねんけど、でもシャンとすんねん、全然ピーンっていう感じやね、シワ感がない合皮なので、とっても上質に作ってくれてるんじゃなかろうかと思います。紐付きでございますね。いやなかなか良さそう。さすが宝島社さんのホームページでも売り切りになるわっていう感じだと思うんですが、それでは本体レビューいってみよう。はい、ということでちょっと紐も含めまして、よっこいしょと紐もね一緒に乗っけていきますと、合皮なんでね 200g ぐらいでございます。まあそのくらいはしちゃうよねという感じではあるんですけど、ただかなりしっかり合皮でできているかなと思います。紐自体もさ、そんなにちゃくちゃっと入ってた割にはね、全然そこまでシワ感ない感じなので、しっかりしてる感じの素材感でできているかなと思うよ。とりあえず本体レビューをしていくとですね、このような感じの合皮でできておりますね。ヤング&オルセン、なんて書いてあるのこれ、ドライグッズストアっていう、こんな感じのねギラギラ白押しでロゴが入っている感じでございます。あの何気にねポイントを押さえてくれてるんよな、この白押しでロゴが入っているということと、この持ち手のところにこの秒みたいなやつがてん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 って
て入っていて、ちょっとチャラさをプラスしてくれているということと、まあ、金具もねしっかりとこんな感じでゴールドで色を合わせてくれているということと、裏側にもちゃんと秒打ってありますよということと、これねうまい作りなのが表面ピーンってしてるでしょ。ここにはポケットをあえてつけてないんですよね。前ポケットをポッコリとした形、ちょっと間違える感じのポケットつけちゃうと、どうしてもさピシャってなったらさ、ここにウェーってちょっとシワいくじゃないですか。なので前面はあえてポケットをつけないというね、うまい作りにしてくれてるわけですよ。で裏返すとですね、ちょっとくっちゃってなってるよね。やねんけど、それはなぜかというと、ここにポケットがついてるんですね。でここにマチを取ってくれてるわけですよ。なので物を入れたらまあちゃんとするかなっていう感じの作りにしてくれてるっていうところが、なかなかうまい作りではないかなと思います。スマホショルダーってさ、こう斜めにもしかけた場合っていうのは前面しか確実に見えないから、裏面ってろくに見えないじゃないですか。でもポケットは欲しいという場合に、裏側にポケットつけるっていうのはなかなかいい手ではないかなと思います。だって前面バリバリ綺麗、もうシワ一つないで、ほら見ていただけたらもうピカーンでございます。めっちゃシワないし、しっかりとした縫製と言っても全然過言ではない感じのうまい作りをしてくれてるんじゃないかなと Y 的には思うところでございます。でこの持ち手のところなんですけど、ただ持ち手つけてますよっていうだけじゃなくて、こういうねステッチをつけてくれたりとかすることで、より高級感が増すというか、でそれプラスこの持ち手のところにちゃんとねクッション材というか中にしっかり入っている感じではあるので、まあ、この短さでさクタッとなることってあんまりないと思うんですけど、しっかり持ち手ピーンと立ってくれている感じで、斜め掛けしててもこうボヨンボヨンしないというか、しっかりとした作りで作ってくれてる感じかなと思います。後ろ面のポケットはですね、まあ、何でもガバッと入りそう、割とドーンって入りそうな感じではあるんですけど、しまった今日透明ケースさ、あの iPhone 13 Pro Max の透明ケースあってんけど、ちょっとどっか行ってしまったんですが、ただこれを見ていただけたらわかるかなと思います。後ろポケットになんと 10×20cm の長財布がスポッと入ってしまうというぐらいのサイズ感なので、まあでも十分じゃない、大きさは割と十分かなと思うところでございます。こんな感じバチバチにしっかり入ります。なんやかんや全てを叶えてくれてるバッグではないかなってちょっと思ったりとかするんですけど、中開けていきますと、ここにね一応ねホックがついております。皆さんはねお好みあると思うんですけど、私的にはねここ磁石ホックが良かったんけどね、あの固めホックでございます。あのポチってやるホックがついている感じ、まあこれはしょうがないね。あ、ちゃんと内ポケついてるし、シリカちゃんぽい。外ポケットもあるのにさ、ちゃんと内ポケもつけてくれてる。これ黒いから見えにくいね。これなんか見えますか、これちょっとライト当てますね。こんな感じ、ここに真ん中に仕切りがあるのが見えますでしょうか。内ポケもついていて、そしてここが本体部分となっておりますね。なので裏地はついてないんですよ。こんな感じでハフハフ素材にはなってんねんけど、で内側はパイピング処理みたいな感じの作りにはなってるんですが、このデザイン感でこのサイズ感で外ポケ位置内ポケ位置って割とすごいかなと思います。ちゃんと作ってくれてる感じではないかなと思います。ちなみにこの本体部分にもう一度長財布を入れていくとですね、こんな感じでございますね。スマホポシェットね、割と長財布が入った方がいいっていう方コメント欄でもねいらっしゃったりとかすんねんよ。普段長財布持ちなんやけど、ちっちゃいこうポシェット状のものでお出かけしたい、スマホポシェット流行ってるしスマホポシェットも持ちたいやけど、長財布をわざわざちっちゃい財布に入れ替えるのはめんどくさいしっていうコメントもねお見受けしたりとかするので、これだったら長財布そのまんまで使えるし、そしてここにはスマホを入れられるしみたいなことで、これ一つでお出かけできますよっていう感じの、しかも高級感があり大人っぽく、ちゃんとゴールドがね散りばめられてる感じのバッグなので、マイナス付けどころがないんじゃないかな。まあだから宝島社さんのホームページで売り切れになってたんでしょうけどね。まあでもうちの場合は田舎やからかもしれへんけど、あの1セット4個入りみたいな感じのこういう箱をね本屋さんのあの棚のとこにガッて内側に引っ掛けてるみたいな感じで売ってたんやけど、1つしか売れてなかったよ。3つ残ってました。なので割とねお近くのセブンイレブンに残っているかもしれないので、もしどうしてもゲットしたいっていう方は、行ってなかったらさちょっと時間の無駄になっちゃったらちょっと申し訳なかったりとかするので、ぜひ近くのセブンにお電話していただいて、このムックありますかって問い合わせをしていただけたら店員さん調べてくれると思うので、でついでに取り置きもしてくれると思うので、ぜひゲットしたい方は近所のセブン見てみていただけたらと思います。ちなみにこちらセブンイレブンセブンネットショッピング限定商品になってるんですけど、プラス宝島社さんのホームページやってんけど、今宝島社さんのホームページはソールドアウトやんか。一応セブンネットでもこれ見てみたんですけど、セブンネットでもソールドアウト売り切れになっています。まあでもセブンイレブンのね店舗によっては割と残ってるんじゃないかなと思うので、気になった方は近所のセブンにと問い合わせをしていただくのがやっぱり一番かなと思うところでございますね。ちなみになんですけど、この内側さここのところってさ裏地はついてないわけやねんけど、こんな感じでね合皮二重にしてくれてるんですよ。まあ言うても割と柔らかい感じではあるんですけど、外
外からパッと見た時にここの合皮が見えるか見えへんかで、ここにほらパイピング処理とかやったらさ、ちょっとチャチっぽくなったりとかするやんか。ええねんけど、パッて見えた時に内側にも合皮が見えたらちょっと高級感が増したりとかすると思うのでね、そのあたり気使って作ってくれているということと、それと縁がこんな感じになってんねんね。こういうパイピング処理をしてくれてるので、表面がピーンってしてる感じだと思うので、割とさ、なんか今までそしてほしい、あ、してほしいっていうのを詰め込んでくれたスマホポシェットではないかなって思います。後ろ側はこんな感じだったりとかするねんけど、表面がもう美しすぎるよね。全く写真と同じっていう感じやから、とても可愛らしいんじゃないかと思うところでございます。そして紐でございますね。紐も本体と同じこのような感じの合皮でできている感じなんですけど、2枚合わせになっておりまして、で先っちょはこんな感じのゴールドの金具がついております。いや、ほんとね、大きいバッグ持つ時にね、こういうお財布が入って携帯も入ってっていう、あのコンビニとかちょっと寄った時にさ、ささっと財布を出せるっていうバッグってね、こう二重持ちで持ってもね、本当に便利だと思うので、気になった方はゲットしてくださったらと思うところでございます。ちょっとご紹介が遅くなっちゃってごめんね。売り切れやと思ってたからさ、まさかのいっぱいありましたわ、近所のセブンで。入ってで持ってみたらこんな感じで、紐を伸ばして斜め掛けで持ってみたらこんな感じです。こんなシンプルコーデでもさ、なんかちゃんとする感じのバッグが一つついてたら可愛らしいんじゃなかろうかと思うよ。ちなみにね、前回で長くしたらちょっと長すぎ、おへそがこの辺なので、だいぶちょっと下に来ちゃう感じなので、もうちょっと短めで持ったら可愛らしいかなと思います。はい、どうでしたろう。ごめんなさいね、ご紹介が遅くなりまして申し訳ございません。私見落としておりました。で、最近気づいて、あ、これ見落としてんじゃんって後々ちょっと思ってね、ほんでネットで見たら、あ、売り切れか、じゃあ売り上げられへんかって思ってたんやけど、普通にセブンで売ってたっていうやつでございますね。とっても可愛らしくていい感じかなと思います。なんか久々のヒットな感じがするよ、この合皮系のバッグで。いや、デザイン的にね、私昔からさ、こういうの好きじゃない。なんか黒でさ、ゴールドでさ、ちょっとチャラついててさ、持ち手ついててさ、この合皮の質もしっかりした感じの合皮でさっていうやつがね、ほんと好みっていうところではあるんですが、いや、ほんと日常使いにマジちょうどいいし、大人っぽいし、高級感あるし、いい感じじゃないかなと思います。お値段が2700円ちょっとぐらいしちゃうわけなんですけど、後ろはね、ちょっとクターってしちゃってるところではあるんですけど、表面がこんだけきれかったら、まあ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 という感じではないかなと思います。昔やったらば、もうちょっとお安くでねーっていうところだったと思うんですけど、今のムックって高いからさ、まあ、だからこのぐらいのお値段がしても、やっぱり売り切れちゃったりとかするんかなと思います。とりあえず、さっきも言いましたけど、宝島社さんのホームページ、セブンネットではもうソールドアウトになっている商品となっておりますので、ゲットする際は、あの、近所のセブンイレブンをちょっと覗いていただく、もしくはね、お問い合わせをしっかりしていただいて、取り置きをしていただくっていうことをしていただくのっていうのがおすすめでございますね。ちょっと売り切れちゃうとちょっとあれなんで、まあでもね、なぜコンビニで売り切れてないかというと、なんかね、コンビニってさ、やっぱり何百円のものを買いに行くっていうイメージがすごくあるじゃないですか。そこで2700円ってね、なんか高く見えちゃうねんよ。いや、2700円って実際高いねんけど、コンビニでなんか何千円も払うっていうのがさ、まあ雑誌買う時やったらしょうがなかったりとかするけど、ムック買うっていうのがね、なんかちょっとためらわれたりとかする心理ってあると思うんですね。だからまあまだ売れ残ってたんかなという感じではあると思うんですけど、いや、まあでも普段なんかムックとか付録とかってあんまり持つの苦手やなってもし思われてる方がいらっしゃったとしても、これはほんと商品クオリティだったりとかするので、デザインが気になった方はゲットしてみられても全然大丈夫じゃないかなと私的には思うところでございました。いやー、マジで好み。はい、今日の付録紹介いかがだったでしょうか。ということで次月予告いってみよう。はい、こちらでございますね。スイート6月号は5月12日発売となっておりまして、通常版と増刊版がございます。増刊版なんですけど、うんとね、これちょっとややこしいんですが、こっちがスイートさんです。で、こっちが大人スイートさん。大人スイート2023サマーっていうのがスイート増刊枠みたいな感じになるみたい。だからどちらも本屋さん、そしてまあ、冊数は限られて店舗にもよると思うんですけど、まあコンビニであったりとかそういうところにも置かれているものみたいな感じですね。だからこれはこれで別にセブン限定とかそういうことではないみたいです。要はスイートさんと大人スイートさんが出るよという感じの次月予告となっております。で、まず通常版というか普通のスイートさんね、の付録のご紹介からいきますと、ランマンオンブルー豪華ミラー&ポーチセットということで、これさ、柄がすごいお派手やんか。だけどこのミラーに関しては閉じるとね、こんな感じになります。中開けたらお派手って感じやねんけど、外見はこんな感じでシンプルな感じの作りにはなってるんだけど、お派手柄のポーチもついてくるよという感じになっております。持ってみたらね、こんな感じ。お洋服の柄とかともコラボしてるんかなっていう感じのデザインになっております。ミラーついてくるの久々じゃない？
ない。なんかね、私ね、踏んづけてね、ついついなんか普段床に物置いてるんちゃうねんけど、撮影周りってさ、あの棚とかそういうのがなかったりとかするから、机とかがついつい床に置きがちなんやんか。でそれ忘れて、あ撮影終わったってこうカメラ切ろうかなと思ったらパキって割っちゃったりとかしてさ、今までね割とねミラー割っちゃってるんですよね。かと思ったらすっごい古いやつは割れずにね、まだ残ってたりとかするんですけど、ミラー久々なので、付録としてはなかなかね皆さんに置かれましても、ぼちぼちゲットしたいなというものではないかなと思うので、縁じゃなかろうかと思うところでございます。柄はお派手やけどもね、まあ、夏なんでね、これからねというところでございます。そしてこちらが大人スイートさん。何でも大人つけるね、なんか。いやでもよくない？スイートってもともと人気な雑誌やけども、その大人がついてさ、大人ミューズみたいな感じでさ、大人スイートっていう雑誌としての中身っていうのもなかなかいいんじゃないかなと思います。で付録がですね、タエコアルディメクルディ分かれへんけどっていうブランドさんのビヨントート&保冷保温巾着セットというものになっております。これすごくデザイン感可愛らしくないですか？さすがサイコさんがこうデザインされたよっていうだけあって、ワンちゃんがついててね、とっても可愛らしい感じかなと思うんですが、ただこのバッグに関してはヨテッとする感じの多分キャンバストートかなと思うので、めっちゃちっちゃく折りたたまれてたりとかしたらちょっとショックっていうところではあんねんけど、デザイン感はとっても可愛らしいかなと思います。おセンスはいい感じかなって私的には思うんですが、こんな感じのスイートさん、全くタイプ違いの付録がつくみたいですね。こっちがスイート、そしてこっちが大人スイートということでございます。大人スイートさんに関しても発売日は5月12日なんかな、多分書いてないので同日発売になると思います。で今回ね、裏表紙がめっちゃ可愛かったミニさんなんですけど、事実予告はこちらとなっております。ミニ6月号は同じく5月12日発売となっておりまして、付録がですね通常版増刊版とございまして、多分ねアイドルさんのお名前が載ってるかと思うんですが、僕にはわからないんだよ、ごめんね。クリアポスターであったりとか、4人集合、あとステッカーシートであったりとか、なんかそういうのがついてるみたいです。推しの方はぜひねゲットしていただけたらと思います。ミニさんとか、あとステディとかさ、そのあたりは割とこう推しの方に優しい付録と言いますかね、なんかそういう感じの付録が出るイメージがあったんですけども、今回はムーミンだったけども、次月はねしっかり推しの方がね嬉しい付録がつくんじゃないかなって思うところでございます。お疲れ様でございます。今回ね、まあいい感じのでも付録とムックご紹介できたんじゃないかなって思ったりとかするんですけど、最近なんかね割とね雑誌付録とかに関してもええやんと思うことが多くって、幸福度を高めでご紹介しております。なんかさ、この間さ雑談コーナーでお仕事みんな何されてるのって聞かせていただいたんですけど、たくさん答えていただいてありがとうございます。あと最近はね、お化粧直しの動画もそうなんですけど、あとグレイルの動画も割とね前に撮影しててんよ。それがなんやかんやで出せんくてみたいな感じになってたので、リアルタイムでお話しするのがね割とちょっと久々だったりとかするんですけど、まあその点雑誌付録に関しては購入してきた日に撮影して、その当日か翌日かには出すような感じになってるので、かなりリアタイにはなってると思うねんけどね。他の YouTuber さんってさ、ちゃんとした YouTuber さん私みたいな、そのなんか片手間でやってますよみたいな感じのなんちゃって YouTuber さんじゃなくて、こうちゃんとした YouTuber さんねに関しては割と1ヶ月前の動画だったりとか2ヶ月前の動画だったりとか、そういうのは編集して出してますよっていう大手さんはね、そういうこともあるみたいなんだけど、私の場合は割とリアルタイムが基本で、まあ、めっちゃ前の動画やねんって言ってもせいぜい1週間前とかねその程度のもんなんで、まあ、大概はできたら出す、できたら出すみたいな感じでお届けしておりますのでね、もうリアタイでございますよ。皆さんな、いろんなお仕事されてたんやなと思ってさ、しみじみと読ませていただきましたけども、ありがとうございます。書いてくださった方々、ちょっとさコメントに関してはさ、パーってこう1回読ませていただいてるけど、ちょっと2回3回また改めて読ませてもらうね。いろんな経験されて今があるんよな、ほんと。なんかほんとクリエイティブ系だったりとか、なんか事務系だったりとか、あと車作ってましたっていう方であったりとか、いろんなねご経験が皆さんおありですげえなーと思いながら、なんか仕事ってさ楽しくないですか？私ね割と仕事好き派なんですよ。っていうのもドラマ見たってさ、まあ、私刑事物であったりとかね FBI とかね CIA とかね、なんかそういう感じのドラマが好きだったりとかするんですけど、それも結局職場の話やんか。で普段仕事でさ、わーってこう切磋琢磨してる人がさ、ちょっとプライベートやったりとか、ちょっと飲みに行ってなんか普段の感じが覗いたりとかするのがなんか良くないですか、職場って。でそれってね、かっこいい職場に限るわけなんですけどもね、なんかそういうお話が好きだったりとかすんのよ。でしんどい職場ってさ、ほんまどこまでもしんどいやんか。もうつまんない職場だから、仕事内容もつまんないし、職場もつまんない、とも人ももう全然なんか合わないしとかだったらさ、なんかすごいもったいないなーって思うんですね。
仕事する時間ってやっぱり長かったりとかするし、ほんでさ、その職種職種でなんて言うんかな、私もいろいろサービス業であったりとか普通の会社であったりとか、まあ、あの昔やったバイトも入れたらそれこそバーテンダーであったりとか、あとなんかちょっとイベント系の仕事であったりとか裏方の仕事であったりとか、なんかバイトも含めたら割とな量いろいろあるかなと思うんですけど、まあ普通に喫茶店とかもあるし、まあ、そのところどころでさ、やっぱり人間関係うまくいけばの話を、うまくいけばなんかおもろくない、まあそこが崩れちゃったらさ、もう行くの嫌ってなんねんけど、人間関係が全てみたいなところはあんねんけど、その、まあ、例えばスキッピーがいるであったりとか、例えばすごい仲良い親友が働いてるであったりとか、そういうことがもしなかったとしても、なんかおもろい人がおったりとか、なんか絶対話合わへんわって思う人と意外と盛り上がったりとか、なんかいろいろあるのが職場かなって思ったりとかするから、なんか人生におけるさ、幸福度のすごく多くを占めるのは意外と仕事ではないかなって思ったりとかするんですね。まあ、時期的にさ、働いてなかったりとか働いてたりとかいろいろだったりとかすると思うんだけど、皆さん、いや私自身もそうだしね、あれやねんけど、ただあのセブンの夜勤の時なんですけど、まあ、夜勤で入るじゃないですか。ほんなら初めましてで例えば入って、で私教えてもらう立場やったりとかしてさ、でまあ何日か経ってちょっとはまあ覚えたかなっていう感じには慣れて、でまあちょっとご迷惑はかけん程度に、じゃあこっち行っときますねとか、あじゃあレジ見ときますねとか、いろいろ役割分担もできるようになったら、やっとこさちょっとプライベートの話をしだしたりとかするじゃないですか。でうち夜勤ね2人体制だったんで、ほんならさ世代も性別も全然違うお兄ちゃんとかと喋ったりとかするわけですよ。で最初はさ、まあ、おばちゃんとお兄ちゃんやんか、15だか20だか年齢が違うわけですよ。そうすると何喋んねんってなってくるやん。やねんけどね、夜勤一晩超えるとですね、なんか意外と仲良くなれたりとかするんよな。なんかアホな話で盛り上がったりとかする場合まで、あの全員が全員じゃない。なんか夜勤の中でも、まあ、後々さみんなでワイワイするようになって仲良くはなったけど、一人の男の子はもうほんまババアと喋れるマジで分からへんからみたいな感じで、二人で入った時はほとんど喋らんかったような子もいんねんけど、ただ他の子はねほとんど仲良くなったよ。その当時女の子とかもいてんけど、ただ女二人の夜勤が NG だったよ、その店が。だから必ず私入るんやったら誰か男の子がつくような感じだったんですけど、まあでもなんかあの人生経験的にすごくおもろかったなーと思ったりとかするんですけど、だって世代がさ全然違うことさ、タメ口でさなんとかじゃねーみたいな感じで喋ることなかなかないじゃないですか。だからそれが経験できたっていうのがねすごく夜勤のええとこやったかなと思ったりとかするんですけど、でその前のさ、例えば私の場合は事務職がさ、その当時は同世代とかいっぱいいたわけですよ。女の子も男の子もねいっぱいいたし、まあ上の世代もいたし、いろいろだったわけですけど、会社やからさ、なんやけど、まあ10年近く7、8年ぼっちだったわけじゃないですか。そんな私からしたら仲良くフランクに喋ってくれる年下の民たちっていうのはもう神ですかみたいな感じに思えて、でもちろんねお昼に働いてらっしゃる方とかも夜勤やからさ、なんかすれ違いでねあんまり接点なかったりとかすんねんけど、うち一人仲いい女の子ができて、でそっからちょっと喋るようになったりとかして、マジでねセブンは神でした。なんかねあの私多分ブチ切れてやめてんけどなんか何やったっけ、なんか忘れたけど何やったっけな。私辞めた理由ほんま思い出されへんねんけどさ、お前らもなんかどっかで言っててんけど、何やなんで辞めたんやったっけみたいな、全然思い出されへんねんけど、なんかブチ切れて辞めたの覚えてねえけど、多分なんか無茶ぶりをされたとか、あの全部夜勤のせいだみたいな感じで濡れ衣を着せられたとか、なんかあって、あーそれやったら辞めたらないみたいな感じで多分切れて辞めたんですけど、でもいい思い出しかないマジで切れてすいませんっていう感じやってんけど、いやそれはでもやっぱり無茶ぶりやったりとか濡れ衣やったりとかするからさ、もう年食ってるもんだから、いや違うもんは違うでしょってやっぱ言っちゃうからね、これね。それでだから辞めちまいはしたんだけど、でもねすごい楽しい思い出でしたいややっぱぼっちが長かったもんやからさ、そのおばちゃん喋ってくれとみたいな、みんな優しいみたいな感じでね、すごい楽しかったです。なんかそういう職場もまああったりとかするし、言うてバイトやけど、でもさバイトだろうがさ会社員だろうがね、もうその雇用形態は関係なく職場には変われないわけじゃないですか。ここでの人間関係ってさ、なんか同世代がいた方が落ち着くんかな、馴染めるんかなって私は思っててんけど、まあ、それがすごい上にしろ、それがすごい下にしろ、なんか逆にねざっくばらんに喋れた感じだったりとかするので、まあいろいろやんね、分かれへんけどね。なんかそういうさ夜勤とかで働くまでは私すごい固定概念と言いますか、あんまりない方なんよ普段の生活、ない方なんやけど、でもさ多分こうやんな、多分こうやんなっていう感じではいろんなこと思ってたんやけど、なんかそこで割と覆された、あなんでマリなんや人生と思ってなんかそういうなんか細かくこうカテゴリー分けだったりとか規定だったりとか自分の中の常識であったりとか、いろんなことってさ自分が決めてるだけであって、そして自分が決めてるがゆえに打ち崩すのも自分なんやなって思いました。い
ろんななんか価値観がね、いい意味でフラットになったっていうのが夜勤の経験であったと思います。で、その経験があったから多分 YouTube やってみようってなったと思うねんね。だから人ってやっぱりそういうステップがあるんかなと思ったりとかするから、いきなりさ、何もなしで多分 YouTube ってできてないと思うねんやんか。なんかいろいろ自分の中で、なんか自分が勝手に決め込んでた規定っていうのを自分がこう崩しにかかっていけたから、あ、だから YouTube とかも始めてみようかなって多分その時思えたんやと思うねんね。なんかとはいえ、その例えばその年齢らしく、その女性らしく、しっかりとね、自分を持ってしっかりとしたマインドで生活されてる方っていうのも私すごい素敵やと思うねんか。ちゃんと貫いてらっしゃる方っていうのもめっちゃ素敵やと思うし、わざわざね崩さんでもいいとは思うねんけど、なんか両極端のこと私ありって思いがちやねんやんか。貫いてらっしゃる方も素敵やし、で私みたいにガチャガチャってもう崩していって、あ、なんでもありないよみたいな感じで生きるのもこれまた楽しいなと、まあ、そんな感じで割と幅が広いストライクゾーンではあったりとかするんですけど、まあいろんな形があっていいんかなって思ったりとかします。もし今の環境が、今のご自分のね、なんか状況とかがしんどいなって思ったら、今までは思っても見なかったけども、意外とこういうのってありなんかなって思うところにちょっと目をつけてみてもいいんじゃないかなってちょっと思ったりとかします。意外と何でもありなんだぜ人生。まあ今日も何の話やねんっていう感じなんですけど、まあまあまあ今日はこのあたりでということで、いつもほんとたくさんのコメントと、そしてね、皆さんの今までこういうお仕事されてたよっていうコメントもたくさんいただきましてありがとうございます。1回2回ぐらい読んでんねんけど、もう1回ちょっとね読ませていただきます。またね、そんな感じの皆さんのご意見であったりとか、皆さんのご経験であったりとか、たくさんコメントで書いてくださったら嬉しいなと思うところでございます。いつも本当にありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。